こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね就活生が気をつけるべき面接官とその対処法ということで送らさせていただきます。面接はですね面接官との相性って結構重要だねっていうことがですね皆さん実際に体験すると分かる。 面面接接官官にによっってててやっぱさされちゃうんですすね就活生が気づくべききのの見極めとその対応についい今日は解説をさせていただきます、まあ、実際にですね今日はこの流れでやらさせていただくんですけど前にですね、まあ、最終面接の時期にですね僕らみたいなおじさんが最終面接する時にはこういうのを注意しなさいおじさんが語るおじさんの対処法っていうのをです、ね、流させていただいたら「おっ清水さん役に立ちました」っていうのがあったんですけどそのコメントの中にですね清水さんおじさんよりね 若手の人の方が結構面倒くさいんですよねって声もありました、まあ、そういう声を受けてですね今日はいろんな面接官がいますどんなタイプの面接官が存在してそしてその面接官にどう対処すべきかってことで作らさせていただいてますこの順番で今日行きますねさあ現場社員面接官これはどういうのかって分かりますよね まあ通常は人事の人はです、ねまあ、面接慣れてるけど現場の人は人、まあ、いわゆる面接したことはあまりないんですでも借り出されるんですね忙しい時にちょっとちょっとやってくれないかとさあこういうタイプの人に出くわすことがありますさあこの人たちのです、ね、特徴は何かっていうとです、ね、面接の知識ありませんしたことないんだからで呼ばれてだいたい歴史は受けるんです、えー、っと面接で,です、ね、やってはいけないことはこうこうこうなんですけどこうこうこうやってくださいそしてこういう形の評価基準にしてくださいねじゃあよろしくお願いします まあブリーフィング15分ですよ、大体やってて。ってことは、ですね面接のスキルがあまりないっいうことに思ってください。面接のスキルがないっていうのは、どういう部分があるかというとですね質問とかもこなわれてないで評価のジャッジの仕方もこなわれてないこの2つが起こるってことなんですね。そうすると結果として個人のフィーリングで決めるっていう傾向があるんですね。それとですね聞いてはいけない質問、自分の価値観で、ね、にそれおかしいよねみたいなことも起こっちゃうだから要注意でもあるんですね。 じゃあ対策をどうすればいいかというとです、ね、個人のフィーリングで合否を決めるケースが結構多いから相手に合わせることが結構重要なんですよねあこの人ってだから一番危険なのはこういうタイプの人だな相手が気持ちよくいいなと思わせるように、まあ、あなたたちが一歩大人になって対応することが重要ですね。 で自分の価値観が絶対だと思ってる方が多いんですからね特にイケイケ系の人はそうなのその人たちにねカンパーンってねなんかはむかっちゃったりするとね必ず落とされますからそういう点を注意して対処してください現場社員の面接官じゃあ次。 若手面接官、まあ、これは現場だけじゃなくて人事の若手も含めてです、ねまあ、社会人経験が1年目2年目の方がいきなり面接するようなケースが出てきますこれもさっきと同じように、ねまあ、面接経験あまりありませんそれとです、ね、面接経験がないのと会社の対知識もあんまないんです分かります入って12年ですから会社のことを隅々まで分かっているわけでもない社会常識もいっぱい分かっているわけじゃない、まあ、あなたたちとまあ1年ぐらいしか探してないっていうふうなレベルで見なきゃいけないってことですよねそううするとベテランのような深掘りはございません できないんですよ。あります。深掘り面接して相手のそのね答えに対してね。もっとどんどん動揺する。こんなんないんです。答えたことの内容が全てで判断します。奥を見抜く能力もありません。そうするとですね。何が重要かって言うとですね。皆さんの中で話を振って持っていかないとね。途切れちゃうってこと、何々についてどう思うのはいはい、こう思います。 あそうう終わっちゃうんですまさに後で説明する事務的な面接官に近いことになるだから皆さんので聞かれたことよるをもちろん答えながらも少し膨らましたんですだから全体的に盛り上がるトーンで答えるってことがこの手のタイプでは重要ですそうすると歯車が回り始めるさあ続いて最近減ってますけどまだやってるザ大手企業はですねいつまでたってもこんなバカなことやってんのっていう圧迫面接官いるんだよね目を合わせないそして上げ足を取る ふまあ今年もです、ね、僕ら YouTube 番組で質問を取ったらです、ね、こんな質問ありました。僕はです、ね、負けず嫌いだからです、ね、やっぱり一番になりたいと思ったんですよねって言ったら君、なんで東大受けてないのとかはあみたいなありえない質問ですよね。でもこういうありえない質問を平気でします。そして、住めろえだったらこうこうこうすればよかった。なんでこうしなかったのって言んですよねこれは何をしてるかというと圧迫面接はです、ね、圧迫することによって本人がです、ねまあ、皆さんがです、ねまあ、うまく対応しているときにバチッと切れますよね。 怒らせるんですよ。怒らせることによってその子の本音を引き出す。まあそれはまだいいんだけど、怒った瞬間にあこいつダメなんだとこのくらいのことで怒るタイプねバッタリ落としてです。こういうときにはですね、皆さんがやんなきゃいけないのはですね、あこれ圧迫面接という噂に聞いた手法なんだと思えばです。かわいそうにな、圧迫面接しなきゃ僕らの本音がわからないと思ってやってるんだな、役目だけど大変だなって思ってくれればいいんです。でね。 なななんか熱くならないああ大変なんだなって言われたらそによってこうなんですよねああ大変だなって客観的な横で見る姿勢でやればですね全然大丈夫ですまあしょうがないんです役割でやってると思ってくださいさあそして事務対応型面接官これもいるんですね、まあ、これわざとやってるケースもあるのとスキルがないからやってるけど,ですけどケースと両方ありますまあどちらにしろですねもう誰と話してるかっていう気持ちにならないです目の前にいるのは人間なんでしょうか清水さんこれってカメラの前で話してるのと変わらないその通り 事務対応面接官の場合にはですね皆さんが動画面接やってると思えばいいんですだって僕もこれ今皆さんとねやってますけど相手の反応なんかないじゃないですかそうすると相手の反応がどうあれしゃべんなきゃいけないんですまさにそう思ってやってくれればいいんですあまさにこれは動画面接なんだなと思ってどんなことをしゃべっても無反応なんだと思えばいいんですだからみんなはね相手がそこに人間がいると思うから反応がないと驚いちゃうんですえっウケてるのかなウケてないのかなで猜疑心が起きるわけですあ、これ 話が悪かったんだ話が悪かったんだだペース狂しちゃうだから相手はカメラなんだと思って対応してくださいその人たちは事務的な面接官はですね途中で「ほう面白いね」って言ったりしませんから必ずそうでもしねそれで「ほう面白いね」って言ったら,ら事務的面接官に疲れて普通になったんだなと思えばいいんですまあこれが事務的面接官です さあそして超年上面接官これはですね僕がおじさんシリーズでお話しさせていただいたんでそこを見ていただいたら細かいこと書いてますからぜひ見てねとで、これはですね仕事の価値観がいろいろありますからその人の価値観によってもう質問のね内容とかですね評価基準が変わっちゃうんですだから相手の価値観がどんなものかなっていうのをですねまあ質問のやり取りの中で感じながらやる必要がありますねそれと若者言葉伝わりませんえっ それ知らない言葉だな。だから皆さんは若者物言葉を乱発しない。これが重要なんですね。そしておじさんのシリーズでも話したようにですね。まあ、素直に素直に謙虚に対応するっていうのがまあ重要で相手の武勇伝を聞くこの姿勢を持つってことがいいと思いますね。さあそしてフレンドリー面接感。実はこれが一番ややこしいと言われています。フレンドリーっておいね君ね君ね君ねって言うんですよ。面接されてるのがお,おっこれ後半の 俺合格しちゃったかなこれでねよくあるんですこ清水さんねいいねいいね君すごく良かったからまた次で会おうねって言って落とされましたこれどういうつもりなんですかこれが結構生配信とかの質問でも多かったんですいや君すごく良かったから僕は通しておくからねって言って清水さん落とされてるんですとこれがフレンドリー面接官ってねもう本当にだったらそういう時にさ約束しなきゃいいのにと思うんだけどねまあそういうのいるんです終始にこやかいいねいいねいいね褒めちぎる 回答すすすべてていい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 ねいいねいいねね君すごくいいねって言うんですそのでバッサリいかれちゃうこれですね注意しなきゃいけないで,ですねフレンドリーな人に対してみんながしちゃうのはですね言わなくてもいいこと言っちゃうんだよねこれを狙ってるんですよおそうなのこいつ喋ったななんですよみんなね面接だからねこう少し鎧を着てるしかしフレンドリーな人に会うことによってその鎧を見せちゃう面接っていうのはですね嘘をついちゃいけないけど言わなくていいことは言わなくていいんですよそれを言ったことによって評価されちゃう ここが重要なんですフレンドリー面接官はですねフレンドリーだからといって本音でやってると思わないでね余計なことは話さないこの点に注意して対応していただくのがいいと思いますかこれからですね皆さんがですね面接24層の方は夏のインターンシップに向けていろんな人に会うそして23層の方もいろんな面接官に会うこのことを注意して対応してくださいですね面接官がですねみんな同じと思わずですねあ人によって違うんだとねだからそれによって驚かないいろんな人がいると思えば別に大丈夫。 苦手な面接官もあってもですねまあ毅然として対処してください面接は回数を重ねればうまくいくようになります何でも訓練さあみんなが訓練しなきゃいけないことはいっぱいある24卒の方で訓練しなきゃいけないことはまず自己分析しなきゃいけませんねインターンシップ対策もしなければいけませんそしてグルディスもやらなければいけませんグルディスいきなりは清水さんじゃあセミナーにおいで「シミツさん僕は企業の人にもあってね自分の実力を試したいんですその方はぜひイベントで待ってます対面のイベント今年は多くなりますよ なぜかというと、皆さん大学も対面。僕らも対面のイベント前年より増やす。もちろんオンラインもあります。さあ、透明班から開始してますけど、全国でやっていきます。ぜひこの機会にお申し込みいただいてお会いしましょう。今日の内容が良かった場合に高評価。そして清水さんで、ね、僕こういうこともあった、ああいうこともあったってことがあったら、ぜひコメントください。その内容をもとにですね、僕らまた素晴らしい動画を作成します。今日はありがとうございました。